こんばんは。お久しぶりです。始まりました。手作りパンラジオということで、今晩のお相手も手作りパンの山近でございます。えっと今ちょっと少し調整が入りました。けれども、えっと今日の映像は私があの整骨院に行ってる時の <laughs> なんてものを見せるんだって感じですけど、そんな映像でございます。ちょっとね。あのごめんなさい。画角の調整はまだしてたんですけど、そんなことよりもちょっと聞いてください。あのまた。 やらかしそうです <laughs> っていうのはあの「炎上炎上炎上」あのティックトックの方なんですけどあのでっかいからあげくん紹介するっていう動画あったじゃないですかあの動画がなんかまあ炎上しそうで <laughs> その炎上の内容っていうのがあの。 私の顔がでかすぎて、唐揚げくんがでかく見えないっていうことで延長しようとしてる。<laughs> なんやねんほっとけでも、でもまあ確かにね、あの、まあカメラとの距離もしっかり、まあもちろんもちろん顔のでかさもあり。 せっかくそのローソンさんが頑張ってねいろんな企業努力で出してくれた唐揚げくんが全然大きく見えねえだろってことでねちょっと燃えそうなんですけど前にも一回前はね YouTube であの化粧寝起きのブスが1秒で化粧で大変身みたいな動画で全然変わってないってことで <laughs> 炎上したね万ズですねもう本当にそれめっちゃ初期だった ウーバーイーツの動画上げ始める前ぐらいから一回それでちょっとやらかしてたっていうのはありました <laughs> 懐かしいまあでもなんかどちらもねその内容的には100%私が悪くて <laughs> 全然そのねあコメントしてる皆さんに言わないっていう結構やっぱ愉快な炎上だったんで気にしてないあんまりてかそのなんか「わ」ーって言われてもそんなに落ち込むことが そんなになにくてっていうのも多分その小さい頃から人前に出るってことを繰り返してたからかなあだからあんまり気にしなくなったんじゃないかなって思ってるんですけどなんか発表とかそれこそ学芸会とか小学校の時結構その主役級を演じることがあったりとか。あの 高校では演劇部に入ったりとかしてて人前でたくさん喋るってことをね練習してきてたんですけどで私いつからそんななんか演劇に。 けてたけてないな全然たけてな失礼しました大変失礼いたしました今の発言を慎んでお詫び申し上げます何か演劇マインドだったのかなでいいのかな,なんかその演劇ポサーがい,いつからあったんだろうってことを考えた時にあったんですよその小学校の時。 小学校の時にねあの自分たちで考案した遊びがすごく流行っててそれがねチャリレーっていう遊びだったんですけどあの自転車と当時すごくキックボードが流行ってて自転車とキックボードがあの鬼ごっこみたいな感じです。 鬼がその自転車とキックボードに乗って、で、歩きの人たちが逃げ回るで。しかもそれを街中でやるみたいな。ちょっと逃走中チックな感じ。で、見つかったらすごいやっぱ早いから、追いかけ、 られたらちょっと捕まっちゃうんですけどそれを裏道を駆使して鬼を振り切るみたいなある程度範囲を決めてって遊んでたんですけどまあそのその遊びは最終的にそのめちゃめちゃその近隣の人からクレームが来て <laughs> あの全校紹介で吊るし上げられって終わったっていう <laughs> ちょっと悲惨な末路を迎えたんですけどまあしばらくそのチャリレーがまあ流行っててで あの、そのチャリで遊んでる時に、あの、一人の友達が、あのうんちを踏んだんですよ。<laughs> 結構その、私の住んでた地域の、野良猫とかめっちゃ多くて、うんちとか全然落ちてるタイプの街だったんで <laughs> 汚。来たね。 <laughs> そう、うんちとか全然落ちてるタイプの街で、まあ、チャリでね、でうちになって遊んでて気づかないうちにうんちをしっかり踏んでたんですよ。で、そっから、まあ子供たちながらに真剣なちょっと話し合いが始まって、どうするみたいな。あいつさ、うんち踏んだんだけど、みたいな。で、もちろんそのチャリとキックボードにも持ち主がいるわけですよ。だから、鬼になってはいいものの絶対に乗せたくない、みたいな。<laughs> 私のキックボードをうんちの靴で乗らないでっていう かまあまあまあすごく真っ当な意見なわけですよでもなんかその子もねなんか最初は結構そうだよねみたいな感じで喋ってたんですけどでまあね子供だから、ね、そう泣き出しちゃって途中からでその時に私の演劇バインドが唸ったわけですよ待ちなよこの子だって好きでうんち踏んだわけじゃないじゃんって私 みんなの間に割って入って、手をかざしてその子のことかばって、うんち踏んだわけじゃないじゃんって、<laughs> 本当になんかもう何言ってんだろうって感じなんですけど、言いだったんですよで。その子も、あーとか言って、うんち踏んでごめんねーとか言っても、激烈ドラマチックなうんち踏み事件があって。 <laughs> あのその劇的だった人 <laughs> まあその子もすごい泣いてて <laughs> だからその乗せる方もねごめんねうんちわざと踏んだわけじゃないのにいじわりってごめんねみたいな感じでまあ <laughs> みんなでねまあ仲直りをして結局そいつはまあでも鬼にはならなかったんだけどその後だって嫌だもんね普通に <laughs>。 嫌だもんね普通に嫌だよね、うんちうんなかでさ <laughs>。まあその後ね、まあちょっと洗ったりしに行ったんだっけな、なんだかんだね、打開策を講じてやってたわけなんですけど、そんな頃から、なんかやっぱ劇的だったんだな、なんかそちょっと臭いことを言いたがりなんだよね、っていうのが <laughs>。 <laughs> あってまあそこから私は順当に演劇部に入部しまあお笑いで舞台に立ったりもするっていうわけなんですけどそんな私の機嫌を <laughs> 思い返させていただきましたこのねマッサージ受けてる間もまあちょっとテイナーもありでも本当に痛いんだけどね結構あの 普通のお客さんとは思えないぐらい <laughs>。大騒ぎしてますね。私の体がその結構稀に見るぐらい硬くて。本当にあの。行くたびに。やばいっすよ。 やばいっすよって言われるぐらい、本当にそう体がたが来てるらしいんですけど、なので結構痛がってました。まあそんなこんなので今日はちょっと短いんですけれど、私の起源を思い出したのでお話ししました。どうもどうもご清聴ありがとうございます。最近ちょっと長い動画多めなのですけれども、頑張ってついてきてください。ラジオはね、寝る前にこうして聞いてもらえればというふうに思います。それでは。